3年と9ヶ月、愛したはずの夫は全くの別人でした。 DNA 鑑定の結果、谷口大輔ではないことが確定しました。呼びようがないからひとまずは X さんで。あの奥さんも被害者なんでしょうけど、生命保険ももらってるし。前科持ちとか。それもかなり重い罪の。先生は何も分かってないんじゃないんですか。私は一体誰の人生と一緒に生きてたんでしょうね。なんでその人大輔の過去を欲しがったんですかね。父さんのことを好きだったのね。全てを知った時、残された愛の行く先はある男。